第5試合6人タッグマッチ30分一本勝負、ひろき田中実、鈴木小太郎 VS 大原はじめ、熊野仁志、諸橋誠也。第5試合6人タッグマッチ30分一本勝負です。続いてもジュニアの戦い、去年から一新されたノアジュニアの精鋭たちが過激な戦いを披露します。まずはバックブリーカーズ大原はじめ熊野仁志、そしてフリーの諸橋誠也が入ってまいりました。諸橋が先頭、去年の5月からノアマットに継続参戦、そして熊野、己の個性をパワーに見出したノア生え抜きの26歳であります。しんがりは大原、エビヨシ、タッピヨシの万能ファイターです。熱き41歳、諸橋誠也。トータルで通り4チャンピオンの大原はじめ、熊野仁志、バックブリーカーズ。相手の背骨をへし折るバックブリーカーズ、大原はじめ、熊野仁志であります。鈴木小太郎はノア生え抜きデビュー第1号、緑のマットで生まれ、三沢さんの背中を見て育ちました。実におよそ5年9ヶ月ぶり、生まれ故郷に帰ってきた鈴木小太郎の入場であります。2012年にノアを去ってから数多のリングを経験、全日本ゼロワンレッスルワンでジュニアのベルトを取りました。そこで心の支えになっていたのが三沢光晴の弟子というプライド、この場所が彼のレスラーとしての原点。23歳で緑のリングに足を踏み入れてから今40歳になった。さあ帰ってきた、あなたは190パンド鈴木小太郎、三沢イズムの継承者鈴木小太郎であります。鈴木小太郎とチームを組むのは現在のノアジュニアで戦う2人、かつて鈴木小太郎はノアジュニアの中心であった。その小太郎に今のノアジュニアがどれほどのものか、同じリングに立って見せつける、新旧のジュニアトップ対決。第34代 GHC ジュニアタッグチャンピオン、ひろき田中実の入場です。フリーの田中実は去年10月からノアマット参戦、ひろきは2016年12月からノアに上がり、去年7月に入団しました。ノアジュニアに火を放ち、新しき戦いの炎を燃やしておりますこの2人。先頭は田中実であります。ご存知ジュニアのレジェンド、24年間のキャリアで取ってきた自慢のベルトコレクションについに GHC のベルトを加えました。今のノアジュニアの中心の一人であります、ひろき。ザ・レッサルは200番の田中実。華麗なるゲーム機を誇りますベルトコレクター田中実であります。おっと、小川義成が鈴木小太郎と睨み合った、握手を交わしました。小川と小太郎が握手を交わした。今日は欠場となりました小川が小太郎と握手を交わしましてセコンドにつきます。あ、小橋さん、ちょっとこの今のシーン、しびれるシーンでしたね。そうですね、小川さんがここで出てくるとは思わなかったんで。そうですね、
小川義成の姿が映りました。鈴木小太郎、まあ、ずっとね三沢さんと小川さん組んでましたから、そうですね、その付き人でしたからね小太郎は。おっと熊野が鈴木小太郎を挑発しております。6年目の熊野、元先輩である小太郎に強くなった自分を見せつけるか。ゴングが鳴りました。ヒロキ田中のジュニアタッグ王者コンビと小太郎が合体。対するはバックブリーカーズと諸橋のトリオであります。先発は鈴木小太郎であります。鈴木小太郎はノアの生え抜きデビュー第1号として2001年にデビュー。三沢さんの付き人としてノアで育ちました。さあロープワーク、おっとディープロッグに行くところベアハッグで受け止めました。熊野、小太郎がロープを振っていくか。熊野がロープを振る。おっとロープの間ちょっと挑発して場外に追いやった鈴木小太郎であります。鈴木小太郎は2012年に秋山たちと対談した後は全日本をはじめレッスルワン、ゼロワンでジュニアのベルトを取りました。キャリア17年、40歳であります。まあ、佐久間さん、鈴木小太郎、はい、およそ5年9ヶ月ぶりの古巣参戦ですが、はい、大きくなって帰ってきましたよね。あ、そうですね、やっぱりね、あの後、ね、世界ジュニアを取ったりといろんな経験を積んで帰ってきたわけですから、はい、まあ、小太郎の戦いぶりもそうなんですけど、それ以外の選手たちがね、今の現在のノアジュニアを中心に戦っている選手たちですから、あの時のノアジュニアとはまた違う魅力というのをね、各選手には見せてほしいですよね。さあ、ヒロキ、新しいコスチュームであります。ヒロキと諸橋、現在のこのノアジュニア最前線で戦っている2人であります。おっと、唾を吐きかけていった諸橋、スパインバスター。ヒロキがロープへ飛んで第4サルト。ヒロキと田中実は GAC ジュニアタッグチャンピオン。明日のノア後楽園大会ではゼロワンの日高菅原組の挑戦を受けます。小橋さん、このヒロキと田中実のタッグなんですが、はい、非常にこのいいチームになってきましたよね。そうですね、ヒロキ選手はやっぱりちょっとジュニアにしては体大きいかな。大きいですね、はい、体重ありそうな感じですもんね、はい、ヒロキはもう今95キロというふうになってますが、100キロ近くあるでしょう。しかし諸橋がキアドラリアットを連発します。田中実選手は本当にいつもいいコンディションを、ね、キープしてですよね、はい、彼もドロッカルですからね、頑張ってます。さあ、その田中は今エプロンです。諸橋のナックル、諸橋は現在ノアを主戦場にしております。佐久間さん、はい、今日はフルスの DDT の選手たちが今日出ますので一層気合が入るでしょうね。そうですね、もう今現在のね、こう自分の姿というのを見せたい部分は大きいでしょうし、まあ、普段とね組んでいるヒロキ田中が向かい側にいますけど、まあ、なかなかない機会だと思うので、今だとね、そういう部分でも、まあ、スキルアップというかね、そういうプラスにつなげていきたいところでもありますよね、その諸橋が倒れ込んでいます。一方こちらはヒロキ、田中実が手を差し出している。青コーナー、まず大原が入ります。そして田中実、大原と田中実です。田中ドロップキックかわされた、大原が読んでいます。しかしくるっと待ってドロップキック、解き上がります田中実。若い、いやー、本当ですね、45歳です。45歳でこの肉体。一方こちらは大原、田中実はキャリア24年、45歳。行くぜ両国。もうこういった大舞台は非常に慣れております、田中実。大原が、おー、チョンウ、田中実が吹っ飛んだ。それを見て追撃していくフライングフォアーム、さらにテクネシングルレッグキック、顔面です。早いですね、はい、得意の体育座りを見せていきます。落ちていくぞ。ジョンウーをもうちょっとしっかり決めたかったですね今。あ、そうですか、ちょっと決まりがちょっと薄かったですね。まあ、やはりこういう百戦錬磨の選手が相手だと一つ一つの技は的確にいきたいですよね。そうですね、おっとわずかな隙かわして、おっと田中でグバー、得意の体勢で入っていきました。すかさず熊野が入ります。熊野が、佐久間さん、はい、小太郎を最初意識してましたね。そうですね、まあ、やっぱりあの、ね、小太郎が去ってからの、ね、5年間で、うん、
成長した選手の中でも熊野のこの肉体的な変化だったりね、試合運びの変化って非常に大きなものがありますから、まあそれをね見せつけたいという思いは非常に大きいと思いますよね。またね、もう久しぶりにまあ小太郎たちが来るということで見に来たノアファンにも5年前とは違うんだよというところをね見せるという部分ですよね。対戦相手だけでなくお客さんにも自分の成長というのを見せる舞台になると思いますので、やっぱりこうねどんどん試合に絡んでいきたいという思いはありますよね。おっと、ウィビューをうまくかわしていく、よく分かっているフットスタンプ。やはり通常の入り方ではなかなかこの田中ミドルには決まりません。試合は5分が過ぎております。鈴木小太郎が入る。大原とは初対決。大原がロープへ振っていく。テグリちゃん同士、おっとビート。さあここの顔合わせも楽しみですよね。大原は得意のバックビーカーを、ね、何発も決めてほしいところですけどね。ノアの生え抜きデビュー第1号として2001年にデビューした鈴木小太郎、2012年に退団しおよそ5年9ヶ月ぶりに売れ筋に戻ってきました。地獄の断頭台、熊野を牽制する余裕を見せています。非常にテクニックのある2人、鈴木小太郎対大原はじめ非常に新鮮なカードであります。おっとうまくロープに叩きつけた。そしてファンデルを狙うが、おっとケブロドロッコヒーロー、ちょっと体勢が崩れましたね今。最後ちょっとね膝大丈夫ですかね、今バランスを崩しました。やや不十分でした。しかし鈴木小太郎の動きは止めました。熊野が入る。ノア生え抜き、熊野が生え抜きデビュー1号のこの鈴木小太郎に向かっていく。持ち上げたブレインバスター、鈴木小太郎着地する。ベアハッグに捉えた。ここからブレインバスターで上げる。ブレインバスター本当にパワーつきましたね、体も非常に分厚くなっております。肉体の変化もやっぱりすごいですよ。現在95キロ、まもなく100キロに到達線としております。熊野仁志、鈴木小太郎に果敢に行きます。しかし小太郎が冷静に見切ってエルボー、しかしかわしました。ラリアット。さあいい流れを作っています熊野。このままいかないとなんですね。ああそうですか、いかないと、はい、どんどん自分をアピールしないとです。とにかくこの貴重な機会であります。おっとビット、これは読んでましたね、はい、アルゼンチンバックリカー、鈴木小太郎を研究してきた熊野。おっと、そしてクリップラークロスフェイスにモラジが捉える。大原が VBN で捉えた。関節技の三重奏だ。見せ場を作った大原サイド。さあ熊野チャンスですよね、どんどん行きたいですね。熊野次は何だ。おっと新型のアルゼンチンを狙います。小太郎がロープに叩きつける。ロープを走ってファンネル。さらにラマヒストラル、エンドレスワルツにつなごうとしたんですがその前にカットされました。おっと田中がプランチャー、ヒロキがトペスイシーだ。ヒロキのトペ、弾丸トペが飛び出したリング内。鈴木小太郎が仕留めることができるか。おっとボディへのエルボー、三沢さん譲りのこのエルボー、ワンツーエルボー、ローリングエルボー、熊野が食らってしまった。肩を上げました。このボディのエルボーが効くんですよね。あそうですか、うん、持ち上げた。危ないぞ熊野。鈴木小太郎ブルーデスニー、久々にこのノアマットでブルーデスティニーが出た。スリー入りました。鈴木小太郎が熊野仁志から勝利を奪っております。8分59秒、ブルーデスティニー、こんなもんだとばかりに今手をはたきました鈴木小太郎の勝利であります。佐久間さん、はい、5年9ヶ月ぶりの鈴木小太郎のノアマットいかがでしたか。いや、もう貫禄十分の試合運びでしたよね。ちょっとね逆に熊野の方は気合が空回りしてしまったかなという、はい、印象も残りましたね。小林さんいかがでしたか。はい、もう本当に僕は熊野のね、
東のこのファンの人を今日マルシュの20周年で来た東のファンの人をこう自分のファンにつけてほしいなとずっと思ってたんですけど、ちょっと残念な結果が終わりましたね。鈴木小太郎さん、はじめまして。プロレスリングのはムイビエン大原はじめです。小太郎さん、今日だけじゃないですよね。僕を含めて今のノアジュニア、鈴木小太郎さんをもう知ってる人はほとんどいません。この続きはノアのリングでやりましょう。すいません、ちょっと勝手なこと言います、急なこと言います。ノアジュニア、来週からシングルのジュニアリーグがあります。そこにぜひ鈴木小太郎さん出てください。長い長い説明ありがとうございます。でもそんな丁寧な説明は俺にはいらないよ。俺を出していいのか。俺を出したら優勝は絶対だぞ。お前らノアジュニア、ノアジュニアに関わってる全員に言っておくよ。今のノアジュニアは最弱だ。おっと、最弱という言葉を聞いた熊野が襲いかかっていった。そしておっと、田中実、鈴木小太郎、この現在ノアジュニアで戦っている5人が襲っていきました。鈴木小太郎が入ったことで何かこう新たなまた戦いが生まれてきそうであります。いや、佐久間さん、はい、これ小太郎かなり刺激的ですよね。いや、そうですね、やっぱりね、やっぱ丸内健太がいるジュニアを戦ってきたというね、誇りもあると思うんですよね。逆に今のノアジュニアの選手たちはその時代と違うブランドを築き上げていくという思いがありますから、はい、当然こういう主張のぶつけ合いにはなりますよね。さあ、ここから鈴木小太郎が参戦していくことになるのか。 お前ら落ち着けよ。お前らノアジュニアだろ。ノアジュニア同士あさってどうすんだよお前。俺はここにいるぞ。ノアで生まれた男が今このノアジュニアを敵に回しました。非常に複雑なこの歴史だよを感じます。小林さん、これは小太郎はジュニアの高い壁になりますね。非常に高い壁になりますよね。そうですね、熊野のこのエキサイトぶり見るとやっぱりもう今日だけでね終われないですよね。終わっちゃいけないですよね。そうですね、終わったらダメです。この丸藤20周年が大きな戦いの起点になりました。鈴木小太郎対ノアジュニア、そういった構図が出来上がったわけであります。鈴木小太郎、汗の拭い方も三沢さんを彷彿させます。この三沢出雲を継ぐ鈴木小太郎が若いノアの選手にそれを伝えていくような、そんな役割も期待できるわけであります。今傘を差して余裕しゃくしゃくの鈴木小太郎が帰っていきます。